はい、本日はですねこちらノースフェイスのロンティーをご紹介していきたいなというふうに思います。こちらがですね正式名称がロングスリーブグラフィックティーという名前になっておりまして、まあ、表はね分からないと思うんですけど後ろ側にねあのグラフィックが書いてあるよということで、まあ、これがヨセミテ公園のねあのデザインなんですけども、まあ、そんなことは一回置いといて、まあ、こういうのってね結構袖に今ロゴ入ってたりとか字入ってるやつっておしゃれな方とかちょっと釣りっぽい服装する方だからこれにベストはめる方とかは結構こういうの着てるじゃないですか。でそれこそね僕もおしゃれやったらねそんなことしたいんですよね。あそんなちょっとかっちょいい感じありますよねっておしゃれな人やってますよねって分かると思うんですけど以前ねそのベスト着てるシーンっていうのが僕があのレアトレアっていうところで買い物した時にこれ買ったんですけどその時にベスト着てるシーンをですねあの僕の友達が見てですねあんな似合ってない姿ないでというふうにね ありがたいお言葉いただいたりとかしててあ僕にはそういう系統は無理なんだなっていうのは再認識はしてるんですけども、まあ、その時のね店員さんがねあのおすすめしていただいたということでそれやったらまあどうにかしてね頑張っておしゃれになっていこうじゃないかということでこちら購入させていただいたんですけども、まあ、ちょっとベスト合わせはね絶望的に似合わんかったというのはもう自分でも全然分かってるので、まあ、それはもうちょっとやらないんですけど、まあ、これ1枚をね、まあ、さらっと着ていけるようなあのかっこいい大人になろうじゃないかということで、まあ、こちら紹介していくんですけどもこれがね一応ね4色展開ぐらいされてるんですよ。白とネイビーとこの色とブラック4色展開あって僕個人的に一番この色が良かったんですね。この色がいいなと思ってたけども店員さんもちょうどこの色を勧めてくれたからあ良かったと思ってこちら購入させてもらったということになってますので本日の流れとしてはですね、まあ、このロンティーの、まあ、あのどういう生地感ですよねとかちょ薄いですね分厚いですねとか、まあ、そういった特徴を話させてもらってその次にまあデメリットというか、まあ、ロンティーなんでね普通のロンティーなんでそんなに大してデメリットないんですけどデメリット言ってほんでまあおすすめの人こういう方にはまあ向いてると思いますよねみたいな話してサイズ感はね僕これ L サイズで着用してるので見てくださいという順番でお話していこうかなと思います。ということでまず最初はねパッと見てもらいたいんですけど表側はね胸のところにノースフェイスっていうボックスのロゴが入ってあってで左の袖側には、ネバーストップエクスプレーションっていう全然違うエクスプローリングっていう風に書いてあるんですけどもこれよくノースフェイスのねあのロゴの下とかに書いてますけどそんなんがあると。ほんで右側にはザ・ノースフェイスというロゴが入ってますよねということで後ろからじゃあ次パンって見ていきますね。次これがねこれ何のマークなんやろうなと僕ずっと思ってたんですけどこれようよう見たらヨセミテ公園のロゴが入ってるんですよということであなるほどねとヨセミテ公園って何ですのというとアメリカのねカリフォルニアにこんな山みたいな公園があるんですよ。でそれがねあのまあ要は聖地みたいな感じで、まあ、キャンパーの人らからしたらねそんなこと言うまでもないということやと思うんですけどそういったねヨセミテ公園のマークから手書きのロゴを書いていくとあノースフェイスのマークになるんだねということになってますのでそういったロゴがねあるんだよということになってます。大体男っていうのはねあのカリフォルニアとかロサンゼルスって言われるとねなんか好きな人多いんですよね。アメリカが好きな人って言ったら大体カリフォルニアが好きやしヨセミテ公園も好きやしまああと例えばキャンプも好きやしサーフィンも好きやしって言ってねこう男が憧れる場所じゃないかこうカリフォルニアみたいなね感じあると思うんですけどまあそれのロゴが使われてますよということになってるんですけどもまあ特徴としてはですねやっぱりこのロゴなんかなと思うんですけどそれこそ購入者の方のレビューとかこうやって見てたりしたらやっぱりデザインかっこいいですよねとかこのロゴがいいですよねっていう方もやっぱいらっしゃったんで僕はねもうヨセミテ公園に対しての思い出やったりエピソードっていうのはもう皆無なんですよね。全くないこれについて熱く語ることっていうのも絶対にできないんですけどもこういうのがやっぱ好きな方からしたらやっぱこれたまりませんよねということになってて、まあ、僕みたいにあんまり興味ない人とかやったらこういうねニュートープなんですけどこれニュートープやったらブラックなんであんま目立たへん感じになってくるし次ネイビーにするとこの G とかがねあの黄色になって結構目立つんですよね。バコーンって目立ってくるし白のこういうボディのタイプやったら次はなんか文字がね赤やったりするから結構激しいんですけど、まあ、このニュートープが一番目立たん感じにはなってるんですけどね、まあ、そういうロゴがまあ特徴かなというふうには思います。ヨセミテ公園のねほんで生地感としてはねどんな感じなんですか言うとですね結構ねごつめなんですよね。それからノースフェイスで他でもね僕紹介してる動画のやつとかでもあるんですけどそういうのってどっちかっていうと着心地がいいサラサラした感じのねあのツヤっとしてる感じだと思うんですけどこれはどっちかっていうとガシガシしてる感じの、まあ、イメージとしたらもうちょっと分厚くなったらまあトレーナーとかスウェットまで行くかけど、まあ、そこまでは分厚くないよねっていうぐらいのねまあまあまあそこそこ分厚いやないかいっていうような生地感を使ってるということになってますので、まあ、今時期とかもそうなんですけど特に秋冬とかやったらね、寒い時に1枚パッて中に入れとったりしたらまあまあ良かったりするんかなということでね他のねあのノースフェイスのロンティーに比べると値段もね若干高いんですよね。他のノースフェイスとかやったらまあ5000円ぐらいで売ってたりしてそういうサラサラした感じがあるけどもこれに関してはだいたい8000円じゃなくて7000円ぐらいであの販売してるってことなんで若干値段はまあ高めには設定されてるんですけどまあそんな感じですよねいうことでねあの去年買ったんですけどねこれでも同じような生地使ってるんですけどこのノースフェイスの半袖のねあの T シャツがあるんですけどこれも似たような生地ってほぼ一緒なんですよね。それからまあまあごつめやけどこう洗っていけば洗っていくほどちょっと色味とかが薄くなっていくっていうのがこれ見てたら分かると思うんですけど結構ね薄くなってるんですけどそんな感じのね仕様になってる
んじゃないかななんて思います。だからあんまりこう分厚いのが得意じゃないっていう方からしたら微妙かもしれんし、いやむしろこうガシガシ着たいねんっていう方にはこう、まあ、向いてると思うんですけど、まあ、そんなロンティーかなというところでね、まあ、あと細かいとこ見ていったらやっぱ袖にねこうリブがなかったりするとかっていうのも、まあ、これも好み結構分かれそうですよね。別に全然気にならんっていう人もいてるやろうし、いやちょっとロンティーは袖ちょっとリブ欲しいねやっていう人もいてるやろうし、まあまあこの辺はちょっと好き好きかなと思うんですけど、ちょっと一回着てみましょうか。まあこんな感じなんですよね。まあサイズも L やからまあジャストって感じなんですけど、まあ、背中がねどんな感じになってるかいうと、まあ、こんな感じですわね。まあ、帽子とか被った方がいいかもしれないですね。僕この状態あんま似合ってる感じせえへんから、まあ、帽子とか被ってちょっとアウトドアの雰囲気出せば、まあ、いけるんかなと思うんですけど、まあ、この辺が特徴と。これについてはデメリットはどういうことになってるのというと、特にまあデメリットというデメリットはないんですよね。まあ、形的にも今っぽい感じやし、まあ、生地も結構肉厚な感じでしっかりしてるし、まあ、あとはデザイン的な問題というか、だからそのデザインが気に入らなかったらまあ微妙やし、気に入ればめちゃくちゃいいやろうしっていうところでね、特にデメリットはないんかなというふうに思います。ということで次はサイズ、次はねおすすめのとこ行きたいなと思うんですけど、おすすめがどういう方かというと、例えばね今度僕もそうなんですけど、グランピング行くとかちょっとアウトドアするキャンプするとかってなった時とかって、こういうのめっちゃ映えるじゃないですか。普通に無地のロンティーとかでもいいんやけども、まあその時にはそれ相応のちょっとあった格好というか、ちょっとアウトドアテイストのあるような感じの、まあ、T シャツ着てたりとかロンティー着てるっていうのも、まあそれはそれで良かったよねっていうことになってるので、まあこんなんね普通のロンティーやから街中でも全然着れるし、まあ、そういったアウトドアの時も着れるしということになってるんかなというのが、まあおすすめというか、特にデメリットもないし特におすすめもないんですよ。まあどっちかっていうとこうガシガシ着たい感じの人には向いてるんかなというところですよね。ほんで次サイズ感がね、これが僕 L サイズで着用してるんですけど、これねそんなにめっちゃ大きいわけでもないし、かといってめっちゃタイトなんかって言われたらそんなタイトなこともなくて、サイズ感的にはオーバーサイズで着たいんだったらもう一個多分サイズを上げた方がいいと思うんですよ。普段僕 L サイズなんですけど、 XL で着れば結構ゆったり着れる感じだと思うけど、まあ普段のねサイズ通りで着てるから、まあそんなにオーバーでもないし、かといってキツキツでもないかなという感じですね。まあ最後は着用してる様子見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねノースフェイスのロングスリーブグラフィックティーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。